ダウンホースのね、現象で、これがウィングだとしたら、この下面が大事になってくるんで、この砂がね、こう後ろの方が巻き上がってくるので、今これ平らなんですけど、ここにこうやってやると、こう後ろの方を見てもらって分かるように、こう砂巻き上がってきますよね。これがダウンホースの原理と一緒です。これでもう、穴が開くぐらい、後ろのこう砂がこう巻き上がってくるんで、これがね、砂じゃなかったら、ずっとこう下に押し付く感じなんですけど、これが逆に塞いじゃうと何も起きないです。だけどこれちょっと開けるだけで、ちょっと開けると余計にこう下にこう持ち上がる感じがあるんで、でこう立てすぎてもダメなんです。立てすぎてもあんま良くないし、ちょうどいいところの角度があるんで、これが水でわかる空気の流れです。